ですね。はい、ライト方向高く上がっていきましたが、杉本を追っていって打球はスタンドに届きました。外の高め見事に持っていった浅村です。同点に追いつきます。すぐさま楽天が1対1並んできました。高めダメなんですね、外に高めでしたね。非岡田ソロホームラン、そして浅村も今シーズン第今シーズン最多の球数は114球です。ライト方向ポール際ですが、打球は伸びてスタンドに届きました。楽天今日2本目のホームラン、9番太田逆方向へのソロホームランで勝ち越しです。2対1。浅村もライト方向、そしてこの太田もライト方向でした。